幸せです。ナンバーアイ・アの Is it me? もトークの時の BGM で聴けて嬉しかったです。ありがとうございました。とばでまた見ます。番組ではナンバー・愛の初の民放出演が祝われ、その感動は視聴者の心に永遠に刻まれました。彼らの音楽は単なるエンターテイメント以上のものであり、視聴者に感動と喜びをもたらしました。また、 司会者との心温まるトークも視聴者にとって特別な瞬間となりました。音楽の旅にあなたも参加しませんか音楽の魔法が降りなす魅力的なコミュニティのひとときを再びお届けします。注目のアーティストナンバー・アイが圧倒的なパフォーマンスで視聴者を魅了しました。彼らのダンスは心を揺さぶるリズムとともに視聴者の心を虜にしました。この素晴らしいイベントは トバーを通じてリアルタイムで楽しむことができました。彼らの音楽とパフォーマンスに心を打たれた方々に捧げて、これからのエキサイティングな冒険への招待状です。音楽とコミュニティの結びつきが鮮やかに表現された感動的なイベントが終わりました。番組に出演したアーティストの皆様、そして熱心な視聴者の皆様、心からの感謝を述べたいと思います。この素晴らしいイベントは、 20時54分まで放送され、トバーでもリアルタイムで楽しむことができました。ダンスパフォーマンスの魅力的な一面に加えて、カメラワークの優れた演出にも感謝の意を表したいと思います。舞台裏での交流や、アーティストたちの心温まるトークも、この番組の特色の一つでした。司会者の方々との心のこもったやりとりは、視聴者にとっても温かな感動を与えました。 初登場のアーティストたちが持ち込んだ独自のエネルギーは番組を特別なものにしました。また多彩なトークや豊富な情報提供、そして芸術的なパフォーマンスの演出は視聴者にとって極上のエンターテインメントを提供しました。番組を通じてアーティストたちのリスペクトや情熱が伝わってきました。これからもこのような音楽番組に出演したいと希望する方々が増えることでしょう。そして今後の番組にもナンバー 愛の出演が楽しみにされています。番組ではパフォーマンスだけでなくトークやカメラワークにも視聴者の期待が寄せられました。これからも視聴者の皆様が安心して楽しめる番組であり続けることが願われます。最初の放送は多くの感動とともに記憶されることでしょう。今後もこのような素晴らしいエンターテイメントが続けられることを期待しています。視聴者の皆さん素晴らしい時間を共有していただき、 本当にありがとうございました。この番組は音楽ファンの皆さんとの絆をより深め、新たな音楽体験を提供することを目指しています。番組内で見せていただいたリラックスした雰囲気や熱心なトークは私たちの心にずっと残ります。そして番組が提供するバラエティ、豊かなコンテンツやアーティストへのリスペクトが私たちの音楽文化をより豊かにしてくれます。 番組内では彼らのパフォーマンスに対する感謝の声が相次ぎました。ダンスの華麗さに加えてカメラワークの素晴らしさも絶賛されました。しかし、これ以上に素晴らしかったのは彼らが語ったストーリーです。視聴者に対する率直な言葉とともに彼らの世界観を垣間見ることができ、視聴者との深いつながりを感じました。これらの瞬間こそが私たちにとって最高の贈り物でした。また、このイベントはナンバー 愛にとって初めての民放出演であり、彼らのパフォーマンスが感動の嵐を巻き起こしました。彼らが披露したゴートは視聴者の心をつかみ、永遠に忘れられない感動を与えました。司会者との心温まるトークも視聴者の心に残る特別な瞬間でした。そして、この感動は録画され、永遠の宝物として視聴者の心に刻まれました。番組は単なるパフォーマンスを超えて、 アーティストの背後にあるストーリーや努力にも焦点を当てました。それにより、彼らの音楽への深いエスペクトが明らかになり、今後の番組への期待が高まりました。この番組が、音楽の新たな旅路を切り開く一助となることを願ってやみません。最後に、視聴者への感謝の気持ちを述べずにはいられません。彼らの熱心なサポートとともに、ナンバー、愛はさらなる高みを目指して邁進します。 彼らの音楽は私たちの心を豊かにし、コミュニティを結びつける力を持っています。これからも彼らの輝きを共に楽しみ、彼らの音楽が私たちの日常に彩りを添えることを願ってやみません。ナンバー、愛の圧倒的なパフォーマンスと魅力的なストーリーテリングは視聴者の心を捉えました。彼らのダンスは単なるパフォーマンス以上のものであり、視聴者との深い絆を築き上げました。 そして、彼らが語ったストーリーは、彼らの音楽活動に対する情熱と献身を示しています。最後に、視聴者との絆を大切にし、彼らの支援に感謝することができないことを述べずにはいられません。ナンバー、愛は、これからも視聴者の期待に応えるために、全力で活動を続けます。彼らの音楽は、私たちの日常に響き渡り、私たちの心に永遠の印象を残すでしょう。ナンバー、 愛の魅力的な音楽と圧倒的なパフォーマンスに触れ、私たちのコミュニティに新たな活力をもたらしましょう。彼らの音楽は、単なるメロディーだけでなく、共感と情熱をもたらします。彼らのパフォーマンスは、私たちの心を打ち震わせ、私たちの魂を揺り動かす力があります。この番組は、単なるエンターテイメントに止まりません。それは、音楽が持つ力を称え、アーティストと視聴者との間に絆を築く場でもあります。 私たちが共有する感動と喜びは、音楽を通じてより深い絆を生み出し、私たちのコミュニティをより強固にします。そして、この番組の成功は、彼らの熱心なファンや支援者によって支えられています。彼らの存在は、ナンバー、愛がさらなる高みに挑戦する勇気と力を与えています。彼らの熱意とサポートがあればこそ、私たちは新たな音楽の旅に乗り出すことができるのです。 この音楽の旅には数え切れないほどの感動や驚きが待っています。そして、その全てが私たちのコミュニティをより豊かにし、絆を深めることでしょう。ナンバー、愛の音楽を通じて、私たちは一つになり、共に歩む旅路を楽しむことができます。さあ、この音楽の旅に参加し、新たな感動と喜びを共有しましょう。ナンバー、愛と共に、私たちのコミュニティをより魅力的な場所にしていきましょう。 音楽とコミュニティの魔法を感じながら、私たちは新たな旅路へと進んでいきます。ナンバー、愛と共に、未来への扉を開けましょう。音楽界のスターライトを照らし続ける番組、水ズミュージックが、新たな波乱の幕開けを告げました。このコミュニティが育む独自の文化を祝福し、感謝の念を込めて、一夜限りのパフォーマンスが繰り広げられました。視聴者は、 心揺さぶるダンスのリズムに耳を傾け、カメラが捉える魅力的なシーンに酔いしれました。番組に登場したアーティストたちは、その場を華やかに彩り、視聴者の心をつかみました。彼らのステージングは圧倒的で、視聴者を感動させるだけでなく、彼らの背後に隠されたストーリーや努力にも光を当てました。一体感のあるトークからは、彼らの真摯な姿勢と情熱が伝わり、視聴者の心に深く刻まれました。 番組が提供する多様なコンテンツは視聴者に幅広い視点を提供しました。パフォーマンスの裏側やリハーサル風景、MC でのアーティストたちとのやりとりなど、番組は視聴者にアーティストの日常や思いに触れる機会を提供しました。これにより、彼らの音楽がより深く理解され、愛されることでしょう。ウ i ズミ Music は音楽のみならず、その背景にあるストーリーやアーティストたちの熱い思いに焦点を当てることで、 視聴者に感動と感謝の気持ちを与えました。これからも、この番組が音楽界の新たな才能や魅力を発掘し、視聴者に魅力的なエンターテインメントを提供し、続けることを期待しています。最後に、番組に携わったすべての皆さんに感謝の意を表します。彼らの努力と情熱が、私たちに素晴らしいエンターテインメントを提供してくれました。これからも、 音楽とコミュニティの結びつきをより深め、新たな感動を共有していきましょう。次回の放送も心待ちにしています。新しい音楽の旅が今始まったばかりです。これからも私たちは彼らの歩みを見守り、彼らの音楽がさらなる高みへと駆け上がることを願ってやみません。